ンジェルマンさん630億円で選手を集めた結果。アーセナルよりひどい。下手すぎだろ。変に粘ったりするからだよね。選手が出たいって言った時は出すしかないよ。バルセロナより商売下手くそなくせにオイルのカゴにより密しても守られるゴミクラブ。4人は30半ばまで活躍してくれたから仕方ないとして、エンバペがもったいなさすぎる。 CL 取るためにずっと出し渋ったんだろうけど結局取れなかったし、 PSG は選手売却で利益出す必要ないから特殊。逆にこの年齢で放出されてもなお次のクラブで活躍しまくったこの選手たちが異常なだけ。はい、退団時の年齢、ディマリア34歳、ズラタン34歳、エンバペ26歳、カバーニ33歳、ティアゴシウバ36歳、エンバペ以外はフリーで妥当でしょ。この年齢の選手から利益を出そうとする方が意味がわからない。ネイマールは金にしてるわけだし、バペ以外は稼働年数と放出年齢考えたら別に妥当でしょ。金に見合う活躍はしてる気がするが。オイルだから関係ない。